さあ、ロードさん、ここはどこか分かりますか、はい、もちろん知ってますよ。え、知ってる？知ってますよ。とりあえずあれを見てください、はい、あれ何か分かる？あれは分かんないです。あれはソウルタワーです。ソウルタワー、もうソウルの象徴、象徴ソウルタワー、うん、でこのソウルタワーの見えるこの歩道橋が知ってんのよ、はい、うん、知ってます。言うてみて。ね、イテウォンクラスの名場面でよく使われてたんですよ、うん、見ました。イテウォンクラス、イテウォンクラスは見てんけど、はい、全然この場所もどんなシーンやったかも覚えてないのよ。でも多分うる覚えなんですけど、うん、何回も出てくるんですよ、ここで、はい、で、あのパク・セロイ、うん、パク・セロイねと、イケイケの女の子が大体、うん、ソウルタワーを背景に、はいはい、だからこっちを背景に、いや、違います、この辺でね、喋るんですよ。あ、そうなん。でもだからこういう背景に見ながらこうイチャイチャするってこと？イチャイチャじゃないんですよ。なんかね、イチャイチャじゃなかったっけ？反省、その時はまだそういう関係じゃないから、うん、なんか反省会をしたり、あー、同じだから店をうまいことどうやって、あの切り盛りしていくかっていうのを、そうそうそう、あ、でじゃあこういう感じとかなんか。そうなんですよ。ほんでこうやって話して、こうやって話して、何、幸せそうじゃないんだよ。だからイチャイチャしてないんだよ。してない。ほんで、なるほどね、あれが夜は綺麗にライトアップされるから、ライトアップされるから、うん、ちょっと一回私見直してみるわ、はい、逆にここ来てもう一回見ようかなと思った、うん、イテウォンクラス多分何回も出てたと思いますわ。じゃあやっぱり逆にだからここがイテウォンっていうエリアってことやね。だからそうです、そういうことね。なるほど。あれ、こっからほんで飛び降りようとしたんかな。あ、その女の子が、パク・セロイが、パク・セロイがやったかな。ちょっと見直そう。なんか見直そう。うる覚えで喋りすぎやわ。ほんまにね。で、ここのこっちのエリアが割とこう、はい、いわゆるイテウォンのエリアになるらしいねんけど、でイテウォンは何回か来たことあるけど、はい、なんかやっぱり坂道の街っていうイメージだ、うん、イメージです。そうやんな。だから広島でいう尾道みたいなイメージなのよ、ちょっと。でここも今日この階段登っていきましょう、はい、大丈夫カメラさん、気をつけてね。けんちゃねよ、けんちゃねよじゃないかもしれへんよ。アイゴー言わなあかんかもわからへんね。アイゴーってどういう意味？あちゃーあちゃーって怖いわみたいな感じじゃないですかね。すごいな、ね、韓国ドラマいっぱい見てるからちょいちょいすごいマニアックな単語知ってんねんな。アイゴーも定番ですよ。アイゴー、え、じゃあ例えば、ああこうなって、アイゴーっていうの。そうそうそう。そうな。もうアイゴーは、あの、アロハと一緒で、うん、もう、誰もが言う、使う言葉？何万通りの意味があると思います。ああ、なるほど。そう。あ、そう。ちょっとか、死んだけど、まだ、まだまだ坂の上り坂よ。いや、さすがやっぱイテウォンは大丈夫？怖いわ。最後の最後で なんて言うんやったっけ、こけた時。アイゴー、アイゴー、けんちゃねよ、気付けて。よいしょ、よいしょ。はい、やっと着いた、ここです、はい、やっと休憩できる。行きましょう。でもおしゃれな店よ、ね、リーリーじゃない、これルーちゃうかな。ルー、これ、これリーって読む人なかなかおれへんよ。ルーモントモンブラン、ブラック、モンブランやと思うけど、多分モンブランやと思うんですよ。パティシエ、パティスリーね。パティスリーなんですか？パティスリー、パティスリー、ルモンブランやと思う。絶対そう。これすごい大きいドア。これ押すんかな、ね、引くんかな。プッシュ、プッシュ、行きましょう。あ、すごいすごいすごい。こんにちは。こんにちは。お願いします。こんにちは。あ、めっちゃかわいい。かわいい。あ、これは何？これケーキ？ケーキなんかな。これも見て、ここセーターが畳んであるみたいな。いや、めちゃくちゃかわいい。これ食べれる食べ物やろ。これはもうインスタ映えっていうやつや ね。そういうことやね。もう、こんにちは。まずじゃあ何か飲み物頼みましょうか。はい、
おすすめの飲み物を聞きたいんですけど、うん、何かおすすめあります？ただちょっとコーヒーが苦手なんです私は。전문적으로블렌딩하는업체가만드는틴데요무스카토블랑하고오이블랑카오렌지라고있어요モスカットブランクがおすすめですよ。はい、あの専門的にブランディングするかあの業者から持ってくるそうです。もう一回いらんこと言うか分からへんから、もう一回教えてくれ。なんて何がおすすめなんですか、結局。私はもう말씀해주시겠어요。あ、ブレンディングを専門적으로하는ティー업체오이블랑카오렌지。오이블랑카오렌지ティーです。お茶です。あ、じゃあこっちのほうじブランカオレンジアイス、アイス、OK、アイスでどうする？このクリームコーヒーが気になりますよね。クリームコーヒー、はい、クリームラテ、セサミ、セサミクリーム、フギンジャ、フギンジャクリームラテよ。ねえねえ、알겠습니다。どっちにする？クリームラテ、クリームラテ、フギンジャラテ。でクリームやって、ホジブランカオレンジ、アイス、アイス。ね。주세요。ね、드릴게요。で、あとこれケーキも頼む。食べましょう。これ全種類食べたいぐらい。いや、わかるわ。ね。全部可愛いから食べるのがもったいないぐらいやけど、どれ食べたい？いやー、これめっちゃ迷うな。私この緑が可愛いかな。ライムね。今日緑。ワンポイントに入ってますね。差し色でね、うん、ライムの。でもこのそう気になる、これ何？コーヒー、イエメンコーヒームースも美味しそうなのよ、うん、美味しそう。ラズベリー悩むな。アールグレー、カラマンシー、うん、何か分からへんけど、でラズベリー、ピンクストロベリー、コーヒー、ライム、コーヒー、コーヒーガナッシュ、こっちガナッシュ、ガナッシュね。こっちでもいいけど、このお花も可愛い。可愛い。そう、あ、お花やったんで、目玉焼きか。なんで？いや目玉焼きに怒られるよ。いや目玉、わかるけど、これぐらいの目玉焼きあるね。なんかあの輪っかに入れて、そうそうそう、あの屋台とかでやってくれる。違います。これお花です。花ね、お花ですね。どれでもいいね。これはアールグレー。あ、おしゃれな、このピンクのボタンの、はい、ボタンがついてる。じゃあアールグレームース一つと、これかな、やっぱりライムムース。ライムス、ライム、これも食べるかよ。これも食べる？食べましょう。これも食べる？コーヒー。じゃあもう一個、イエメンコーヒームース三つをお願いします。ね、알겠습니다。はい。じゃあちょっと、はい、上ですか？上で食べる、ここで食べるのかな？上で。じゃあ上に待っときますね。저희가2층하고3층있거든요。그리고루프탑도있어요。다구경하시면좋을것같아요。2階と3階とルーフトップあります。あ、そうだな。OK。じゃあとりあえず2階で、2階に行きましょう。2階に。次に一旦갈게요。2階で。ね、알겠습니다。じゃあ上で待ってください。お客さんおんのかな。すごい。お客さんおんのかな。うん。はい、まずは。ああ、広い。広い。かわいいお店。うん、すごいね。糸が。糸が。あそこもなんか糸巻き巻き、ね、糸巻き巻きの機械があるよ、あそこ。あれ、ほんまの機械ですか？いや、どうなんかな。すごいね、これ。ほんまの機械ですわ。本物じゃない。うん。なんかだから、さっきのセーターっぽいさ、うん、ケーキとかもあったけど、はいはい、これとなんか関係ありそうな気がするわ。全部これやもんね、糸関係、うん、だってこれ本物やもんね、ほんまに使ってそうな、うん、動きそうやもん、動かしたらあかんと思う。あ、来ました、来た、はい、かわいい、やっぱりかわいいね、間近で見ても綺麗、細かい作業、うん、ありがとうございます。あ、かわいい。え、これ下のここも食べれるんですか？여기밑에부분도먹을수있는건가요？네네、여기로고만빼고다드실수있어요。ロゴ以外には全部食べられます。全部食べられるの。まあまずちょっとどうしようかな。いっぱい聞きたいことあるけど、とりあえず飲み物をいただこうかな。
これはここにジャーって入れればいい。これもなんかこんな葉っぱこれはどうこうしようかな。これなんかもう何頼んだかも忘れちゃった、ね、名前何やったの。名前が難しかったから。ほうじ茶オレンジでしたっけ。オヒブランカオレンジ。オヒブランカオレンジ。オヒブランカオレンジ。ああ、おいしい。マッソよ。感謝합니다。あのね、オレンジって聞いてるから、オレンジの香りがすごいのかなと思ったら、どっちかっていうと、もっとハーブっぽい感じ。ハーブティーに似てますね。ハーブティー비슷하네요。オレンジ라고해서オレンジ茶인줄알았는데。네네。オリーブ잎도들어있고、オリーブ잎도들어있고、オレンジ도들어있어요。オリーブの葉っぱとオレンジが入ってる。これオリーブの葉っぱ、あ、オリーブの葉っぱとオレンジなの。なんかオリーブ感が強いんかな。なんかオレンジよりもハーブ感が強くて、でも飲みやすいよ、爽やか。うん。マシソヨです。マシソヨ。マシソヨ。いただきます。これもこのままでいいですか。こう。이것도그대로마시면될까요。네네、그대로마시면。すごいよこのグラデーション。ねえ、グラデーション。なんか化石出てきそうやん。クリームコーヒーで初めてですわ。いただきます。ここがクリームだもん、一番下が。白いところ、クリームってこと？初めてですもん。なんか上にクリームは分かるけどね。これクリーム？そのままなの？これ。このままですよね。석지않고그대로마시면돼요。いただきます。こんな感じ。結構泡つくよね。思ったよりしっかりした泡やった。あ、そうなの。ふたされてました。いただきます。うん。うん、どう、うん、分かりました。分かった。下がミルク、うん、ね、ほんであのコーヒーなんですよ、はいはいはい、だからここでカフェラテなんですよ、ここはね、うん、でここのクリームで、うん、こうなんていうんですかね、しっかりしたクリームやから、うん、口に入れたらこう膜ができて、うん、ちょっとずつクリームも入ってくるんですよ。ああなるほどね。そう、ここの上のクリームが膜を張ってくれて、ちょっとずつ入ってくる。ちょっとずつ入ってくる。この上のクリームがしっかりしてるんだろうなっていうのは、ここにずっとクリーム残ってるのを見たら分かる。もうちゃんと残って、ずっと残ってるから、ほら、こっち。それぐらいしっかりしたクリームってことだよね。そう。あ、そうだ。コーヒー感はしっかりある。あります、あります。もうあのカフェラテですわ。あ、そう。うん、もういいんじゃない、こうつけっぱなしでも。もう優しいから、優しい。サラヘヨ。한국에서는이런크림있는라떼를먹으면남자친구하고여자친구하고먹으면여자친구가마시면남자친구가입으로닦아주세요。한국では恋人同士で、で彼女がクリームとかついたら口で食べてくれます。あ、ええ、直接？なんで食べてくれないかな。もう一回言っといたら、もう一回言っといたら。止まんが。分かれん、だから5分かもしれへんよ、もう。お前ね。その可能性もあるから、それは。ワイフ？두분혹시관계가。저희직원이에요。あ、店員だ。あ、店員。店員だ。ほな、店員か。저희수셰프예요。もう一回言っといたら、サランヘヨ、サランヘヨアピールしといたら。何言ったらいいんでしょうか。これ彼女おるかもしれんからね。サランヘヨよりケンチャネヨが一番怖いですね。怖いね。大丈夫よ。何されるか分かれへんね。ほんまに怖い。いや、じゃあちょっとこの、はい、お楽しみスイーツいただきましょうよ。うん、はい、ありがとう。あ、ナイフも。ナイフもあるんですね。ナイフとフォークで、ここでいただきます。とりあえずこれちょっといった。じゃあこれ見て、かわいいの、これ。このなんかあの、うん、蝶ネクタイみたいなネッカチーフみたいな、うん、
巻いてあるのこれ、これも食べれるのよ、これめっちゃ細かい作業やと思う。なんかナジャさんっぽいですわ、ここのこのリボン。リボン、うん、私好きやねね、こういうの好きですよね。今日は巻いてないけど、今日緑巻けばね、ぴったりやったかもしれない。じゃあちょっといただきます。これはもうこういっちゃっていい？목도리를빼주시고목도리를빼주시고아나로마플라하드시테마플라오하드시테마플라하드세요하드시자요아마플라하드시자마플라가하드시쳤다오래오다보이것도없네네네아안되는아와시테same color same color same color これ食べ、これ食べていい？チョコレートを만든거예요。チョコレートで作りました。ああ、甘い、おいしい。チョコレートこれ。チョコレートなの？ねえねえ。あ、でチョコレートだけど割としっかりした固めのチョコレートで、おいしいです。でこれをこっからがこれ崩すのはなんかもったいない気するけど。ね行きましょうか、バッと。すごいね。袖から行こうかな。ガサッ。ガサッ。もうガサッと行く。わかりました。行きます。あ、行こう。あ、でもこれほら断面が。すごいすごい。なんか層になってるんですね、中も。ちょっともうぐちゃぐちゃになってしまった。ちょっとこれどういこうかな。だいたいこうなる、みんなこうなっちゃう。다들이렇게드시나요？뭐손님따라다른데팔먼저잘라드시는분계시고가운데잘라서드시는분들계시고。お客様によって違うんですけど、半分割って食べる方もいて、袖だけ切って食べる人もいて。ああなるほどね。だって半分に割れって言ったから言ったから。まあ言いたい。그래야지그안에구성요소를다한번에드실수있어서。そうしないと中の構成が。まあまあそうやね、そうやね。中の構成これで分かったから。おいしい。爽やか、ライムのライムの爽やかさがとミントの。あ、爽やかさが口に広がるのと、あとこれライムのいわゆるライムが粗挽きっていうか粒々感がしっかり残ってるから、なんかね食べてて面白い、楽しい。いろんな歯触りがあって、これ難しいね、崩れるから。一番上がそれ生のライムですか？これライムやと思う。ライムをこういわゆるペースト状にしたみたいな。ペースト状やけど粗挽きなのよ。美味しい、爽やかで。うん。美味しいよ。で、ここはカスタードクリームかな、これね。ライムクリームよ。ライムクリーム。ライムクリーム。あ、じゃあもうライム尽くし。うん、美味しいです。美味しいです。うん、でもいただこう。うん。食べて。アールグレイ。ナイフ1個しかないけど、いけるかな。あ、行きます行きます。あ、あ、かわいい、これは。ああ、崩すとこやった。かわいいですね。かわいい、このボタン。これだから、いわゆる毛糸のこういう玉で脂肪を表してるわけでしょ、うん、これ何味やったっけ。アールグレイ。アールグレイ。手でいくとこがね。見てくれへんね。大丈夫。大丈夫です。いいんじゃねえよ。うん。美味しい。ストロベリー。ね、美味しい。これの中も楽しみやからね。中がどうなってる。アールグレーがどうなってるのか。何層になってるのかな。もったいないねこれ。もったいないけど。いっちゃって。あ、なんかしっかりしてる。はい。おお、まだ違う。あれ、これなんどういうこと？これだってアールグレーやったよね。アールグレー。ちょっとラズベリーっぽいのが。ラズベリーっぽいね、これ。フランボワーズみたいな。あ、いや、겉에が얼그레이고요。中간에약간그
브라운색나는거는밤크림茶色なのはあのクリーンのクリームです。で、表がアールグレイ。アールグレイ。はい、この濃い色のところは紫。カシスや。カシス。カシス。あ、美味しそう。一番下がちょっとパイ生地っぽくなってるんで、これが多分しっかりしてたんですよ。そこ土台ちゃんとできてるんだね。いや、これはちょっと全部を一気にこう楽しみたいですよね。三色を。三色を。めちゃくちゃになるね、これね。ね。いただきます。あー。どうめっちゃ美味しい。いや、絶対美味しいと思う。合う。アールグレイと果実が。で、まあ、栗の香りもする。すごい。栗の香り見逃しました。後から来るのかな。アールグレイが最初強烈にバーンと来るんですよ、ほんでこう抜けていったと思ったら果実がふわっと。そう、これ美味しい。いや、これ美味しいし、マシソよ。かわいいしね、ほんで、あの冷たさ良くないですか。わかる。この、あの思ってるより冷たい、それがこの時期特に気持ちいい ね。温度が。あ、これ美味しい。あ、저희케이크중에서제일차가울때맛있는게이얼그레이거든요。うちのいい店で、あの冷たい時に一番美味しいのはこのアールグレイが。ああ、そういうことね。最高。マシッソよ。감사합니다。ベリーマシッソよ。いや、美味しいと思うわ。美味しそうやもん、見るからに。それカシスとアールグレイが合うっていうのが意外やったね。めっちゃ合います。あ、そう。でカシスがちょっとシャーベットっぽいね。カシスがシャリッとしてる。ちょっとシャリッとしてるんですよ。それがまた面白いです。あ、그건오픈한지얼마안돼서덜녹은거예요。あ、それはあの狙ったんじゃなくて、あの出して、あ、そういうことね。ああ、だから冷たいから。最高、美味しい。じゃあこっちも食べようかな。行きましょうか。はい。これも可愛い。コーヒー豆とコーヒー、いわゆるなんてズタ袋っていうの？コーヒー豆の袋と。予想ではこれが一番味が濃いそうやから。ちょっと後半に残したんですよね。そういうことよね。そう、しっかりした味っぽいから。これも真ん中からいきましょうか。いきます。あ、これも途中ちょっとしっかりした部分がある。はい、来ました。いけるかな。ほら、これ、あ、これはほら、またぐちゃぐちゃになった。いけ、ここ分かる、この黒いところ、ここが割としっかりしてるけど、今この温度でちょっと溶けてきてて、このとろける感じがいいですね。なんかフォンダンショコラっぽいっていうか。いや、フォンダンショコラさらにけど、おぐんの느낌이괜찮네요。감사합니다。美味しそう。ちょっととりあえずいただきます。これをちょっとこっちに置かせてもらって。汚いけど。こういこうかな。めちゃくちゃ柔らかいですね。そう、柔らかいのよ。結構大きいかな。あー、なるほど。あのね、ザクザク感がある。なんか今最後言ってましたもん。落としてました。だからこれ見た目やとすごいとろっとして柔らかそうやけど、この上に乗ってるコーヒー豆と、このコーヒー豆のこの黒いところ、こういう、だからいわゆるこういうところ、これがザクザクしてて、これはサクサク。これはサクサク。ザクザクはどれかな？豆。いや、ね、このここの
ザクッとした食感もあるのよ。カセカセラに食感は어떤거에서오는걸까요？저희프랄리네라고この豆かな？豆がザクザクした感じかな？피칸을캐러멜화시켜서믹서에갈아서만드는피칸을캐러멜화시켜서ひいて入れたものなので、あ、なるほど、キャラメルが、ピーカンを、ピーカンナッツ、はい、그리고여기カカオニプス하고커피도들어가있어요。カカオニプスとコーヒーも入っています。あ、わかります。だから香ばしさがある、ナッツの香ばしさ。おいしい。正解、この食べるならこの順番。順番。うん、こっちの方が味がしっかりしてる、濃いから。おいしい。このなんかこうやってさフォークの背中に乗せるっていうさ、うん、洋食風の食べ方おしゃれよね。あんまなくない。こうケーキをこう洋食風にして。美味しく召し上がればそれで大丈夫です。でもね、ちょっと下手やね食べ方。잘못먹어。あの、잘드시고계세요。ちょっと言ってちょっと下手やねって言って手でこうやって乗せてた人に言われたないわ。ボタンも手で取ってたやん。あのあそこに毛糸の機械があるんですけど、あの毛糸の機械とこのニットを表したのって何かつながりがあるの？이장소가저희남편이니트공장을했던곳이거든요여기이제가족사업으로한50년정도저희아버님때부터시작해서50년정도했거든요그때직접사용했던기계고저희가이장제가이장소를물려받으면서약간디저트를이장소에맞게설정해서만든거예요旦那さんの家が50年近くこの店の敷地で宝飾の宝石の工場をやっていましたニットの工場をされていて旦那さんここで、はい、でその時に本当に使われていた機械でそれを譲り受けてこういうふうにカフェを作りましたこの場所がニット工場だったっていうこの場所がいい場所がニット工場だった場所でしたそうですでもそれでなぜこのニット型のこのケーキを作ろうという発想にそれが思いついたの？もう、이장소에서보통자개인매장같은데서는뭐자기케이크를특징적으로시그니처를만들잖아요그래서그걸고민하다가나온디저트예요그래서이케이크맨처음에만든디자인으로만든케이크이고요그다음에이니트모양티셔츠가나오고모자나오고계속연이어서나오고있어요初めて自分のシグネチャーメニューを作ろうと思った時に自分の特徴を表すために考えていました。なので一番最初に作ったのがそのアールグレーの形で、で次がニットのシャツ。で大体まあ勝手なこの偏見というかイメージですけど、こういう映えのケーキってあんまり美味しなかったりするんですよ。いや見た目重視でね。見た目重視で。めっちゃ美味しいんですよ。いやここは本当に美味しい。ね、それがなんか感動です。一口目の。いやわかる。ちゃんと味もしっかりしてるっていうね。パッと見ちょっと甘そうやなと思ったけど、もう絶妙なバランスですよ。いや本当可愛らしいお店ですね。되게가게가되게귀엽고예쁘네요네저희가2층만있는게아니라3층하고4층루프탑도있거든요한번같이올라가보실까요閉店は2階だけでなく3階、4階もありますので3階も4階もあるの、はい、行ってみましょうかえ、見ていいですかあじゃあ行ってみたい上にじゃあ行きましょう階段이경사가심하니까조심히올라가주세요階段が傾斜が傾いてまた、はい、ここまで三段上がってきてだけど店の中もまた傾斜があるいやでもその階段を越えて、なんかそれを忘れるくらいの景色があるような気がするよじゃあちょっとお邪魔しましょうめっちゃこっかららしいけどあ、結構急な階段よ頑張ってお前ね結構急な階段頑張ってよなかなか急ですわ、よいしょよいしょっとあでも天気もいいから気持ちよさそうよいしょよいしょいけるああめっちゃいい天気うわーすごいよしうわーこれは最高の眺めすごいここ見てここ
これはだからソウルの街一望できてる、ね、ここほらカメラさんもこっち撮ってすごいよ。あ、ソウルタワーもこんな近くに、こんな近くにあるソウルタワー。これはソウルの街っていうか、ここはだからいわゆるイテウォンの街並みってことですか。ここはイテウォンの전경인건가요。あ、여기는イテウォン이아니라저쪽이이제서울역쪽이에요。向こうはソウル駅の方。あ、ソウル駅の方、すごいね、この景色は。すごいね、気持ちいい。最高の、なんか今日天気もいいからもう最高、ね、あー、いい、こんなとこに住みたい。ここにこういうとこに。いや、わかるよ、ね、なんか成功した感じするもん。なんか街を見下ろしながら生活するっていうのは ね、 ね。で、まだ上もあるもんね。もう一回あります。上も、ね、上も行ってみる。上からの景色また、ね、もっといいんじゃない。でも階段あるけど。え？よいしょ。あー、すごい。あー、いいわ、やっぱり最高。ほら、やっぱこの一回上がるだけで全然違う。全然違いますね、見え方が。そういう店がいっぱいあるんやね。ね、ああいう景色見えよっていう。そうですわ。でもこれは最高ですよ。いやー、最高。ここは夜はやっぱり夜景でこういわゆる照明がバーッとついてまた違う景色になるんですか。ねえねえ、그럼요。ノウルジルって특히너무예뻐。日暮れの時が一番特に綺麗で。あ、そうなの。いや、そこまでちょっと待とう。ねえ、もう日が暮れるまでここで待とうもん。あの椅子やったらもうずっと俺あの椅子ちょっと座ってみたい。ったらずっと俺。あの椅子の体重制限あるの、あの椅子は。いや、これはいいよ、最高やと思うよ。あ、怖い。ほら、あ、最高。もうなんか成功者になった気分、ね。あ、いいわこれ、ここでこの景色。で夜はあれが綺麗に光るんですよ、ソウルタワーが。ソウルタワーは光るし、ね、こっちは夜景で。夜景で。すごいな。で、美味しいデザートをこう食べながら。いや、ほんま ね、 ね。いや、これは最高。うん、カムサムニダー。サランヘヨー。マッソヨー。シクロー。それ何やってん、それ何やってん。うるさい、ね。うるさい。なんなん。うるさいって。いや、これ気持ちいい。最高です。